はい、屋敷ものチャンネルです。今日も山形市のクリエイティブセンター91よりお伝えしています。今日は着物姿が楽しくなる小物ということでお話してみたいと思います。男性が着物を着た時におしゃれできるポイントというと角帯と小物、信玄袋とかぐらいかな、はい、という気がしますが、女性が着物を着た時おしゃれする場所っていうのは意外とあります。帯留めだったり根付けだったり半襟だったり柄足袋だったりちょっとかっこいいお揃いだったり、男性よりも女性の方がはるかにおしゃれポイント、おしゃれする箇所は多いですよ。山形には非常にこう昔ながらの職人の技っていうのが残っていて、仏壇系の組子だったり、あとは漆系だったり、あとは彫金だったり、いろんな細工が残っています。なので、山形にあるもので着物でおしゃれできるという箇所は様々あるようです。こちら山形クリエイティブセンターでいうと彫金屋さんが1軒入っていて、そこで帯留め作り体験っていうのができます。ちょうどうちの店でもさせてもらったんですが、なんとなんとお一人様数千円で自分で自作のオリジナルの帯留めが作れちゃう。いや、これは素晴らしいサービスですよ。体験としてはだいたい2時間弱のワークショップになっていて、それで自分のオリジナルのものが作れる、こういう非常に素晴らしい体験ができます。2階にある木水木さんというお店になります。ある程度は要予約という形にはなるんですが、非常にこう直感的に手ぶらでそれを体験できて楽しめるという場所がありますので、ぜひそこに行ってですね、皆さんも自作の帯留めを作ってみていかがでしょうか。そのね、おしゃれするポイントっていうのは様々あって、センスもあるだろうし、いろんな小物使いができて楽しめるんだと思います。そういう小物の楽しみなんかがあると、よりこう着物着てね、おしゃれすることが楽しみだと思いますので、ぜひ皆さんお住まいの地域の、代表的なものを使って着物のように何か小物アレンジするなんてね、非常におすすめかなと。またそういうものが身近にあると、ぜひですね、また着物を着ておしゃれしたくなるっていう環境になると思いますので、はい、ぜひそんな風になってね、着物姿が増えることをこれよりご記念申し上げます。はい、今日は着物を着た時おしゃれを演出してくれる小物ということについてお話してみました。